マッカオの群れを討伐せよ。マッカオを知ってるか？大きな尻尾の緑色の竜さ。うん。今群れねボスがいないから、そのマッカオを10頭討伐するっていうのが今回のミッションです。どうもグラシャです。では、長い前焼きは置いといて、長くはないけど、マッカオに行きましょう。今回はもうそそくさと、とっととマッカオをやりに行くよ。マッカオがどこにいるかちょっと知らないけど。あ、2番にガーガがいる。あいつらいつも11番にいるのにな。今回は本当に細かいことを全部スルーして、マッカオの討伐に集中したいと。ハンマーの強化にね、氷結晶が必要なのですが、その氷結晶どこにあるのか今のところ全然わからないので、この古代理になるかすら怪しい、そのような状態なので、よいしょ、やっぱちっちゃいのにくいな。で、今回もギルドスタイルでやっております。マッカオの鱗を、あ、超粒子の牙か。さあ、ブナハブラもとりあえずはスルーだ。でも鉱石は掘っておこう、念のため。鉄鉱石はね、もういくらあっても足りないから。200個300個400個あっても足りないからね、きっと。今回なんか武器の強化がなんかレベルアップ式になっていて、なんか素材を対経験値としてね、なんか装備のレベル上げてって、レベルがいくつになったら、ね、レベルがいくつになったらこの装備に更新できますみたいな、そういう感じみたいなんでね、ムービーがあると思ってこのクエストを始めたのにムービーないっていうね、悲しみ。ターゲットを達成しました。あと1分で村に帰ります。いやー、黙ってしまった。多分形になったとしても早送りだろう。さあ、これで表示されていたレベル1のクエストは終わったよ、村長。これはハンター殿、私からのクエストを順調にこなしておるようだな。うん、お供はもうね、雇ったよ。雇ったんだ。ん？武器のおっちゃん。強化の知識。うん。うん。持っている武器をね、好きな武器を育てることができるっていうのが今回武器強化における特徴ではないでしょうか。さあ、あ、猫城どうした？うん、古代林でジャギーの縄張りにうっかり近づいて、はあ、
ジャギーを追い払って、うん。猫城のジャギー討伐依頼をクリアすればいいんだな。よーし、任せろ。あ、すげえ、夜になってキノコがすごい光ってる。ここかなり幻想的な雰囲気を醸し出してらっしゃる。ただ相変わらず真ん中のやつがちょっと気持ち悪い。確か終わったら猫城のところに行けばいいんだよな。もう冬場になってくるとね、喉がやられるんですわ。はい。お、流歴院ポイント、やったね。蜂蜜と流歴院ポイントをもらった。で、そしたらばどうだい、村長のところに行けばいいか。やい村長、ほら村長、どうだ、あなたの依頼全部やったぞ。ドスマッカオと呼ばれる超粒子のモンスターが流歴院の調査隊の探索を妨害しておる。おー、あ、緊急クエスト来ましたね。来ましたよ、緊急クエスト。じゃあこれをね、バシッとクリアして見せましょう。でも新しいモンスターだからな、ちょっとさすがに油断はできないので準備をちゃんとしていこう。油断大敵、慢心ダメ絶対。のでちゃんとね、飯も食べていこう。どれかな、なんかどれもこれもだな。これでいっか。さあ、あー、ナイスキリ。あ、チーズフォンデュなんだ今回。あー、すげー、へー、すごいね、おしゃれだね今回。でね、装備の強化をしたいのですが、氷結晶、円盤石、大きな骨がそれぞれ足りないので強化ができませんので、また今度。よし、じゃあ行きましょう。パープー。このクエストを達成すれば一つ上の段階へ行けるだろう。行くぞ、ベルナ村の村長の依頼をこなすんだ。跳躍のアウトロー、アウトローも震え出す。前は J9 か。あれ5番か。5以外全部回ったけどいないもんな。5番だと思うけど、むしろ5番にいなかったのもクエストリタイアだよこれ。もうドスマッカオいなかったですって。直流ドスマッカオ、そんなんなの。おりゃ、とりあえず一回、ほら、どんな動きをしてくるか全くわからないからな。なんだろう、あいつ尻尾で立ってるな。あー、テントが某 D 社の虎見て。あー、尻尾が本体みたいなところがあるか、これ。よいしょ、ジャンプ攻撃。さあ、どんな動きをしてくるんだろう。よいし
しょう。とりあえず確実に攻撃を加えていこう。頭を狙いながら、まあ狙えなきゃそれ、まあそれでしょうがない。おお、あ、呼んだか。これはマッカを呼んだかな。危ねえ危ねえ危ねえ。なかなかなかな、あー、地上版ワケケケック的な、すごい呼んでるっぽい。あ、いたいたいた。あ、でも精霊のお守りでダメージが抑えられた。はい、あ、いたいたいた。あ、これ痛い、これは痛いな。待て待て、応急薬、応急薬を。よいしょ。これな、ピオらせる、ピオったタイミングでスピングメテオとか打ち込みたいな。待って待って、死んじゃう死んじゃう。なんか知らんけど死んじゃいそう。ここで死にたくはない。お、あいつから逃げながら飲みながら。でもあいつもう疲れてる。おりゃ、お、サブターゲットに達成しました。これマッカオかな。マッカオを倒したからだな、多分。お、よし、いいぞ。今スピニングメテオ、ぐるんぐるん、ドーン、外したダサいぞい。いいか、トウ、よし、乗った、いくぞ。ザクザク。あ、今ダメ。暴れてるから落ち着けって。背中の治療するだけだから。はいはい、ザクザク。よいしょ、よし、ここで頭殴ってスタン取るぞ。1、2の3でどうだい。よっしゃー、いいよ。よいしょ。あ、切れ味がない。よいしょ、ドッカーン。お、足ずってる。あ、ちょっとだよ。待って、ペイントボールつけてない。ペイントボールつけてないからどこ行ったか分かんない。まあ、しまったな。探さなきゃ。多分8人いると思う。あ、よかった、いた、研げばよかった。トイレから降りりゃよかったな。おお、ガーン、よし、メインターゲットを達成しました。あと1分で村に戻ります。お待ちかねの剥ぎ取りタイム。赤川チョーク竜、跳ねるグリューか。ジャギーの友達なんだな、きっと。よっしゃー、まずはね、まあ、ドスマッカをくらいはさっくり超えられないとない。村クエなんだけど。ちゃんとアイテム、この辺の落ちてるのを拾ってこう。クエストクリア。報酬の方はどうだい。うろこうろこ、赤川うろこ。はい、あー、なんか食材がいっぱい増えた。今ね、一回もうすでに記録が載っていたと思うんです。実は一回もうすでに集会所でね、最初の方に話をしていたカリブ海の方と一回狩りに行ってしまっているんです。ドスマッカオとね。
負けたけど1体行きました。まあ、収録に失敗したので動画にはならないのですが、さあそんなわけで隣にいるの誰？星に解禁、新たに3つの村を拠点にして調査を行っていきたい。ここっとポッケゆくも、あ懐かしいね。ポッケ村がセカンドでゆくも村サードだね。ここっとがなんだっけ、ドス？あ、お守りが今回もあるわけだね。やった。あーなんか増えたな。よし、では次回また何かのクエに行きたいと思います。それではありがとうございました。イエーイ。